前山誠一郎明治29年3月27日は、江戸時代後期から、明治時代の武士、管理、開拓者、縄朝廷、文政6年、佐賀郡小賀村に生まれる。藩校行動官や江戸の将兵校で学んだ後佐賀に戻り、行動官の教授補となった。慶応2年には、藩の平成改革により備えられた、遊兵隊800の指揮官となっている。 母親戦争においては大総徳府応援参謀を拝命。王宇沈部総督九条同行らが仙台で遊兵されていた際に、これを奪還するため、九条総督と秋田にいる副総督を一緒に連れて京都に戻り、朝廷に戦争中止を訴えると持ちかけて仙台藩を欺き救出に成功した。これにより、同盟側は貴重な人質を失った上、 秋田藩の同盟離脱にもつながった。また、大宇戦線の各地を転戦し成果を上げ、佐賀藩主としては最高の小天六百五十国を与えられている。1870年佐賀藩大三次となり、翌年より、兵部省博多文英長を務めたが1871年には、辞職し協里に戻った。百七十四年の佐賀の乱では、中立党を組織して、 政府軍と共に、江藤新兵、東吉武率いる、青函党、有国党と戦ったが、当初は政府軍からは信頼を得られず、同案内程度の任務を任されただけな上、武装や行動の自由も認められなかった。そのため、部下2名が抗議の滑腹自殺を行っている。ただし終盤では、佐賀軍の石膏を捉えるなどの功も挙げた。乱兵帝後は、 論功交渉で、軍港一番となる800円の報奨金を受けたが、佐賀では裏切り者と敵視されたため、同志を引き連れて、千葉県印馬郡に集団移転し、開墾13会社、長沢社を設立。さらに1879年には、第143銀行も設立し、先山は頭取に就任した。この銀行は、翌年、鍋島家が設立した第30銀行に、 吸収されたが、先山は取締役で残った。1916年、正護位を追贈された。ありがとうございます。